山内良平から1918年11月11日は、明治時代に活躍した日本福音、ルーテル教会における日本人最初の牧師である。妹の木野は植村正久妻である。海元年8月7日、新職、山内重則の次男として、木の国日高郡福戸村に生まれた。忌名は乗高、幼名は、良次郎。後、良平と改める。 母は、紀伊藩後手に、野上王門の長女、三千代。山内家は醸造業、松屋と営む、祖宝家で、豪社、須賀神社の、祠手のひらに出資する家柄であった。長寺で、紀伊田辺藩の藩校、修道館の教師となり、明治一新以降は、巡査部長として奉職するが、明治十二年父、重則の死去に伴い官を辞して、家業を継いだ。 明治14年5月17日、木の国日高郡志賀村の庄や、河瀬六郎座衛門の娘、河瀬三木へと婚姻。後税理と諍いを起こして、出荷停止の措置を受け、それがもとで、信用失墜と損失をこむって礼落するが、カンバーランド長老協会の宣教師 JB ヘイルと、協力者、大石余平の教えにより改心する。明治17年に洗礼を受けて、 田辺教会の長老になる。明治20年に東京に移り、深川教会の長老になる。妹が日本キリスト教会の上村正久と結婚した関係で上村正久の日本論評、福音新報の出版を手伝う。ルーテル教会の最初の宣教師、ジェームス・シェーラーの日本語教師になる。シェーラーたちが佐賀の伝道に赴いたので、 山内一家も同行する。幼女、山内彩が鈴木正丸と結婚して、自家丸が山内姓を名乗る。明治27年、マルティンルターの教義を和訳した、十字、教会協理問答を表す。明治32年、山内良平と娘婿の山内正丸が、暗種礼を受けて、日本福音、ルーテル教会の最初の牧師になる。 佐賀協会の協会創設に尽力する。明治38年には、博多の殿堂に携わり、大正5年に博多協会の街道を建設する。大正6年には、大阪殿堂をはじめ、天王寺村、大阪市南区カラス森に講義書を建てる。しかし、体調を崩しよく大正7年には、電動を引退し、9月18日に、故郷の紀州田辺で昇天。 去年71歳、山内家の祖は、相模国山の内祖を抜きして、死となした。本生は、藤原氏である。先祖が、相模国よにせにせり伊勢に占理、天正五年紀の国南部郷に来住して、松原を開墾し、市村を築いた。現在の和歌山県日高郡南部町大和、三内である。両兵の先祖の歴代母は、南部町の新福寺にあり、祖父、父の墓は、 放電寺にある。祖父、山内茂木の墓は、南部町文化財に指定されている。ありがとうございます。